はい、こんにちは、ビッグボーイです。ウルフェンシュタイン、ザ・ニューオーダー。続きをやっていきます。今、月行きの宇宙船内にいて、月面に収容所を計画。1960年のスケールじゃないっていうか、現代離れしてるね、やっぱ。この辺は。これ、ドイツ語で書かれてる。ん？誰かいるけど、これは大丈夫だよね、普通に言っても。ムーンベースワンにようこそ。おう。お、犬。これなんかレーザークラフトワークで開けれそうだけど。ようこそ研究主任、昇進おめでとうございます。前任者のことは好きじゃありませんでした。どうぞ X 線撮影機の方へお進みください。 OK、 大丈夫かこれ。ブブーとか言わないよね。おお、あ、その、おっしゃる通りです。大体お前らのせいだ。あ、はい、こんにちは。敬礼。てかもうこれ月にいたのか。おお。ほんで？どちらに行かれれば？入ってって。なんかもう早速怪しい動きしてるけど、バレないように。こういうのが配置されてるってことは、なんか絶対これから戦闘になりそうだな。で、これ荷物をいただき。キャロライン、アニャ、聞こえるか。ブラスコビッチ、どうぞブラスコビッチ、セットを増幅できない？ブラスコビッチ、聞こえる？状況は？月からでも無線が届くの？そったれの月にいる。来たら口に。後で洗うわ。さあ、ブラスコビッチ。月での任務は、司令室にある巨大砲弾の解読キーを見つけ出すことよ。司令室にたどり着くためには、宇宙服を見つけて、宇宙服を見つけていく必要がある。月面を渡ってね。了解した。なんかもう無茶なことばっかり。任務でやってるけど、成功していくんだもんな。まずはクルーの居住区画を抜けて、その後研究所を通っていくのが一番良さそうよ。ほう。ではここが開ける。ん？あ、押せる。まあいいや。多分こっからはもうバリバリ殺して OK なんだよね。ならもうバリバリステルスでやっていっちゃうけど、これサプレッサー、あ、なんかある。金の杖。サプレッサーついてんのかこれ。ついてるね。よし、こっちの荷物口の方からちょっと回っていこう。赤。テスラグレネードか。マリオ、あいつやっちゃおう。え？バレてますけど。
よし。ちょっと待って、普通にバレてる。なんで？あいつもしかして、気づいたの？よし。ここ開くんだね、開くんだね。ここも開くんだね。よっと。ここはまだバレてない。ハンドガンの弾を大事に使っていかないと。レーザー。なるほど。てかなんか武器もなんか近未来的なものに全部変わってるな。とりあえずこっちから揃うとあいつをやっちゃおう。あ、待って、向かい合ってるな。奥の二人が。そこをやっちゃおう。バレてない。セーフ。そこも、そいつにもやっちゃおう。バレた。一発じゃ死なないのか。クソ。こいつだ。取り外そう。え、なんだなんだ、やめろ。犬か。違う、これなんだこれ。武器なくなった。くっそ、マークスマンライフルだ。ここではマークスマンライフル大活躍かもかもしんないな。よし、バッテリー式か。自動的に溜まっていくんだなこれ。あれで手動で造兵を呼ばれた。呼んでくるのが早すぎだろ。目の体力が結構減ってる。ライフがあった。バッテリーがジリ貧だ。ちょっと切れた。早く充電。オッケー。リロードが必要ないんだからやっぱ。まだいるか。いや、オッケー。そうか、ステルスで行くなら2発以上当てた方がいいな。どっかライフアイテムはあった。違う、これ、あ、防具だ。あった、これ開けれる。よし。こっちかな。こっからもう一回慎重に行けるか。なんか音がした。足音はしない。これを開けれる。あーまあ、信号検出、信号2件検出。研究所までをつないでいるトンネルがあるはずよ。そこに、そこに人、うわー、奥にも嫌なやつ。こいつ2発やっちゃおう。やったか。よし、
寝てんな。テイクダウンだわ。よし。なんかあるかな。これはエンニグマコードとナイフ。こっち開けれる。赤。やっぱ赤。いろんなとこに繋がってんな。これ音でバレてそうだけど。過ぎてったな。あ、まあ、マックスだ。ちょっと別のとこ行こう。ここは誰もいない。あ、ちょっと違い。ちょっと待って。こっち行って。元の場所に戻って。いません。いませんよ。どこに行ってるのかちょっと足音でもよくわかんないな。いない。こっち行こう。こっちも開けれるな。お、これなんかアイテムあり。そうというかなんていうか戻ってきた。で、ここになんかあったし。ここは2つしか繋がってないか。あ。あ、あ、間違った。くそ。アイテムも間違って操作も間違った。やっちまった。くそ、ひとまずあいつ倒そう。あの、ドシンドシンいってるやつ。後ろ、交代交代。弾切れ。これよし、やったか。充電できるところがたくさんある。オッケー。まだ呼ぶか。なんだこれ。お、これ機銃だ。ちょっと待てよ。いろいろ入ってそう。ライフ。あ、こいつ入らない。だから辺の奴らもうみんな起きてきたのか。いた。よし、ここか。ここ入って、なんか暑そうだな。そういう色なだけだな。ラモーナの、ラモーナの2期まだ更新されてんの。ライフがあった。なんでさっきグレネード投げちゃったし。お、ここはまだバレてないぞ。バレてないけど敵が多分頭良くなってんだよな、これ。あいつやろう。よし、ここをどうしようか。二人いるんだな。一人向こう行ったか。あ、もう一人ここにいる。こいつやろう。クッス。
荒れてる。おステルス難しい。どこだ。すげえ、もうバリバリ月面だこれ。よし、もういないか。あ、エニグマゴードの短編。お、あ、シュッシュ、え、とっさにしゃがんだけどセーフ。まだここもバレてない。あいつをやっちゃうぞ。よし、敵の足音はまだするな。金の仮面、上にいるか多分。いた。あいつはヘッド。いけた。よし。そこにいた。よし。まだいるか。貫通しない。そしてバレてない。バレた。まずい。呼ばれた。くそ。え、あれ今のヘッズどこ行った。消えたぞ。硬いこいつ。よし、オッケー。なんで今の増援呼んだやつ消えたけど、どういうことだい。まだいる。あ、空だこれ。まだいるか。硬いあいつ。空だけど倒したか。よし、どっか充電できるとこがそこにある。マークスマンライフルも充電と。オッケー。こいつ開けれるな。てか今開けなくても今中のアイテム見えてたけど。ハンドガンも充電できりゃいいのにな。いる。研究所からエアロックに通じるトンネルがもう一つあるわ。見つけられる。はい、なんとかなる。道なりに進めば。ドン。クリア。誰もいない。足音もしない。ここ入れる。入れた。うおよいしょ。そこが、そこがさっきからすごいとことばっかと打ってるけど、ここ本当に月面か。あ、ここか。誰もいない。
動きそうななんかがいる。ん？あれ？そういうわけじゃない。あ、そうか、宇宙服か。宇宙服だ。これから全然回るからな。興奮する必要はない。これで？こうして？おお。あ、ふわっとしてる。外にも警備がいるのか、これ。すんげえふわっとしてる。ほう。ほう、ふわっとしてる。いるか。いるっていうか、なんか違う何かだな、あれは。マックスマンライフルでバンバンやっていくか。てか音がないよな。やっぱり。うわ、なんかすんげえ違和感がすごい。充電しとこう。うわ、ちょっと浮いてる浮いてる浮いてる。充電。音がなんかこもってんのが月面っぽい。なんか落ちてる。金の隕石。純金か？すげえな。これジャンプだな、向こうに。そっちにジャンプ行き、まずだ。そっちだ。どすぎるすぎるすぎる。よし。そっち。よし、これ押せるな。ポチッとな。よし。で、閉じて、ちょっとしか月面は移動しないのか。で、脱ぐと。OK、指令室か。なんだ？指令室はどっちだ？え、何すんの？今思い出す。収容所でのこと。彼女のことはよく知ってた。はつらつとして意志が強い。家族はみんな死んでしまった。信念だ。信念で進み続けていた。私はそんな風に確信が持てない。すべてのものに疑うべき部分があるはずだ。出なければ疑問の余地がない。学べない。疑念を抱かず。恐ろしいまでに確信した結果がこの場所だ。確信に導かれた結果を示す実例だよ。神を信じるのか。いや、こんな苦しみをなぜ神が許容するのか疑問を感じる。そして自分の信念は間違っているのかとすら思っている。人は試されていると。どうかな。試されているとしたら我々は見事に落第だな。うわ、痛い。あ、これ取るのか。いってそっか、このままつけてったらまずいからか。よし。戦略会議室には暗号化と解読のデータベースが入った大型コンピューターがある。誰かいる。そこを探してコンピューターにアクセス。もうバンバンやってこう。爆弾の解読キーを出力してちょうだい。ほら。バンバンやっていかない方がよかったかな。今更遅い。充電。こいつも充電。ほらほら。
どっか隠れれる場所。これもいらない。ちょっと危ない危ない。待てよ、ちょっと落ち着け。また増援か。手、弾がない。バリバリ撃ってきやがる、こっちの野郎。充電、早く充電、よし。どこだ。OK、 全滅。グロいな、怖すぎる。ここか。ポチッとが、ポチッとすることが多すぎる。なんだ？なんだ？なんだここは。充電しとこう。司令室がこんなすごいところらへんにあんの？普通にいる。ハンドガンでやろう。あいつやろう。よし。やったか？よし。なんだこの弾。やめろ。バレたか。ならもう戦闘だ。おらおらおら。あ、なん、今透明だった、もしかして。どこに行けばいいんだ。こうもぐるぐる回ってるだけだな。さっきこっから来たでしょ。んで、どっから行けんのかな。ここか。あ、進めない。こっちか。そういうわけでもないな。こちらだな。もう一本向こうか。よし。なんか、なんかムキムキなやつがいる。今回長くなりそうだな。敵はいないな。そこ開きそう。解読
気があるはずだ。さっさと終わらせよ。さっさと終わらせたいけど、ちょっと、今回、こっから、さっさからさらに進むと長くなりそうだから、今回はちょっと、ここまでで。はい。ご視聴ありがとうございました。